はじめまして、どっちです。自己紹介をしたいと思います。てんです。あんまり喋るのは得意じゃないです。アニメイラスト関連のものが好きで、はい、アニメの声優当てとかも得意です。点です。ダンスが好きなので、なんかライブとかではダンスを見てくれたらなと思います。ペンキンが好きです。夢は南極に行ってペンキンと一緒に遊ぶことです。はい、てんです。みんなからはまんじとかって言われるんですけど、一生懸命何事も頑張ると思います、自分で。で、黒とグロい映画とあとゾンビとそういうホラー映画が好きで、あと自分の部屋をなんか可愛く改造とかするのが趣味です。はい、点です。なんか女の子っぽくてピンク色とかそういうのが大好きです。笑顔でいることがなんか自分の中でなんだろう笑顔でいることが好きなので、ステージでもそこを見てくれたらいいなって思います。はい、点です。適当担当です。一番アイドルらしくなく中身おさんです。趣味は太鼓の達人です。以上です。魅力曲そうだね。なんか最近、前まではシューゲイザーとかですごい中心にやったけど、今はいろんなジャンルの曲もやってて、うん、踊ったり歌ったりするのが私たち自身も楽しい、そうだね、楽曲派って一応言わないで、自分で言わないで恥ずかしいね。ちょっと今のはね、ちょっとミスが毎回のライブごとに見どころというか、ね、があるので、どのライブに見逃せない。そうだね個性やばいよね、見た目のインパクトが強いから中身のなんか超普通な女の子ステージではどうやってやってるけど、物販に立つと普通のね、一般の、今話もグダグダで本当にもう一般人感があって、でも話を戻すと、その毎回ライブでは違うんですよ、パフォーマンスが。だから一回も同じ瀬戸利っていうのをやったことがなくて、そう、本当にそこが見どころだと思います。